ブラックメルヘジル。てか、このサタンブレイド欲しかったな。何回か行けばね、多分手に入ると思うけど。今日そんな時間ねえしな。行こう、これ行こう。出発。ビンさんとよろしく頼む。いいメンツになってきたね。強そう。ミネストフォレスト。森だっけ？森だよね。白雪姫のとこだよね。行くぜ。なんだ？スナックニュース見てねえぞ。なんだ？うん、奥にいる。ピオリ。ピオリね。とりあえず宝を回収しに行きましょう。宝宝宝宝を食べると、やった、頭が良くなる。じゃあ今のところカットでお願いします。編集するのめんどくさいんで、みんなの頭の脳内カットでお願いします。今のは聞かなかったことにしてください。よ、そういえばさかなくん魚で思い出したけど、さかなくんがなんか怒ってるらしいね。うん、あの北朝鮮に。海は爆弾の実験をするところではない。切れてるらしいよ。ごもっともだわ。やっぱね、生物が生きてるんだわ、海にも。さかなくんかっけえわ。いや、もうさかなさんだわ、もうあれは。さかなさん、さかなくんっていうのもおこがましい。さかなさん、そりゃそうだよ。ほんと海になんか原爆をなんかミサイルのやつポン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 打ち込んでるみたいだけども、今日真面目な話しようか。政治の話。政治失礼。まあそれぐらいしかわかんないけどね、政治に関しては。浅すぎる知識、浅すぎる知識。本当に申し訳ないと思っている。浅すぎた知識でそうやって喋ろうとしたことは。シャッターチャンス久しいね。一発で決める。パチーン。よし。まあいろいろね、ニュースね、ヤフーニュースとかさ、行こう、宝回収した見てるんだけど、まあ事件系はまあ正直興味がないっていうか、まあ、興味がないって言ったらちょっとねあれなんだけど、やっぱ面白いニュースとかの方が見ててね、あの知識というかね、知識系、うん、豆知識とかさ、なんか振りまきたいじゃん、いろいろ。おなら回復。うー、近づかないで、臭い。やばい、死ぬ。シンプルに死ぬ。ちょっと待って。長くね？終わった。はい。おれい。またんかい。ワープした。だから基本的にはね、ニュース見てても、まあ、ちょっと前になるけど、ずっとなんかその光る、はいどうもこんにちは、はいどうもこんにちは、光るすのね、人のなんかあれが話題だったからさ、ずっとなんかいろいろ流れてたよね。うん、
バリュー騒動に関する記事が止まりませんで、毎日仕事行ってさ、その休憩中とか携帯スマホチラッと覗いて、もうない日はなかったね。あれがなんかいろいろと嫌がらせがね、なんかひどいみたいだね。まあけど実際さ、ああやってまあいろいろまあ問題に起こっちゃってさ、いろいろとみんな騒がれてるけど、まあすごいっちゃすごいよね。結局あんだけ一気にさ、何百万人っていう、1年でさ何百万人集めるっていうものすごいことだとは思う。まあ問題はあったんだろうけど、まあカリスマだよ彼は。エテの永遠のライバル、逃がさんぞくせめ、絶対逃げれると思うなよ。右キョチみたいなフォルム、右キョチじゃんこれ、右キョチ。よしぐん、まあ、エテなんかもうね、4年5年やってもね、まだ1万数じゃない、数じゃない、質だ、質が大事なんだ。見てくれてる一人一人が満足してくれればそれでいいんだとかいうね、建前を述べておこうかっこいいセリフを並べておこう。あー、踏んじゃった、頼む、起こして。ん？踏んだ？今の。踏んでないんか。こっちに出口がありそう。鍵ね。鍵タイプ。よし。拾ってなかっただけ。拾ってなかっただけ説。出発。回復しの誰もいない。ここクリアしたらジャラもらえんのかな。最強の武具奪いに行こう。わあ、ドラゴン、シンプルにドラゴン、シンプルにドラゴン、桜ドラゴン、かわいい、かっこいいよりかわいいよ。桜ドラゴン、漫画じゃなかった、そういうの、あのドラマとかじゃなかった、桜ドラゴン、ドラゴン勉強系のやつ。はい、それドラゴン桜、はいドラゴン桜、それくらえ。おい、誰死んでん。おお、バカお前、呼び出し、行くぜ、ファイトお前ら寝とけ、俺が仕留める、俺が仕留める、お前らは寝とけ。王がめっちゃ強くない？やばいんだけど。ちょ、必殺溜まって、必殺来て。当たっちゃった。決めるで、大炎弾。強すぎワロタ、王が強すぎワロタだわ。何してんだお前。ちょ、もう端っこに追いやろうぜこいつ、弱いから。え、うちのパーティーにザコはいらないから、端っこに追いやろう。
ソザコじゃねえか、ビルさん。やっぱパワー系、パワー系揃えてる方が強えな、やっぱり。オーガにしようかな。いや、けどオーガ使いたいからな。ポ？ペンダントかな？チョキ！勝利のチョキ。絶対チョキをやめない。チョキやめない男。チョキをやめない男。それでも僕はチョキをやめない。2位か。シャッフル剣と？これは何ですか？ブローチ。HP を超アップ。ほうほうほう。ゴールド。ゴールド。わわわわわ、ゴールド。うわー、絶対いいじゃん、これ。ゴール探しだって。いいの見っけ。使い、装備しましょう。けど今、宝のやつつけてたっけ？今、宝のやつだよね。それも捨てがたいんだけど。手に入れたぞ。うむ、お前たちならばこの武具を使いこなせるだろう。スカイホーク、タートルシェル、かっけえ。やばい、超活かしてる。スカイホークとタートルシェル、ブルタニアエンチャントの最高級品じゃな。魔力を持った鉱石が力を高めると言われておるぞ。やったね、ジャポンゲ。強くなれたかな。うん、俺もジャポンゲもすごく強くなったよね。一人一個ずつあるんだね、うん、ちゃんと。はい、最強の武具も手に入れた。しかしだが、それでもビネガーにはかなわないかもしれない。くそ。ですが、ドラゴンハートがヤーツの手に渡った以上、命に代えてでもドラゴンハートを取り返さねば。スカードンが復活してしまえば世界はおしまいだ。たとえ私一人だとしてもビネガーを止めてみせる。うん、一緒に行くよ、ね、エテポンゲ、うん、俺はやる。強くなった俺たちならやれる。ビネガーを倒してメローラ姫とメローラ姫とお風呂に入るんだ。おさまじいとした。それじゃあ三人に任せちゃおうかなって。残念でごわすが、あしらはちょっと。もしビネガーを倒せば褒美も思いのままだぞ。ペファニーもらい放題、食べ放題無料券、美女にモテる、やるやる。なるほどね、マヨネちゃんペファニー好きなんね。まあ、手がプレゼントしてやるよ全然。うん、頑張ろう。行くぞ。行くぞ。よし、ではビネガーを倒すためキングオフさせていくぞ。お、完全に欲に目がくらんでおる。うん、エテポンゲ、称号はお主のものじゃ。称号ゲット。とりあえず、とりあえずマイメニューで称号を。エテローリング王しかないからね。ジャラ鑑定士で人間性を。今何に振ってたっけ。愛嬌だよね、愛嬌を振る。もうない、もうないか。で、あとはアイテムを使う。ぐんぐんスターを手に入れたから全部使う。使う。いいね。L。L の実力やいかに。うわー、いいね。なんとプレミアムもございます。53。で、ジャラを。まずは。これちょっと使いにくいから、これにスカイホーク。スカイホークはどうですか。ゲット順、ゲット順ね、レア順。スカイホーク、かっけ。
けえ、かっこよすぎ、かっこよすぎワロタ。装備、盾もタートルシェル下がるけどね。まあまあせっかくだしかっこいいしね。これでいこうか。でドリンクを、うん、何にしよっかな。青汁、いやーまあこれはいいか。うん、混乱はめんどくさそうだしね。んで、アクセサリー、今これは風呂屋へ宝箱と HP 自然回復なんだけど、ナチュラルリングはいらない。キーペンダント、ゴールがこれはこれにしよう。これ見た目のアクセサリーって何が変わるの。これかわってない説通常。よし、これでいいや。あ、ハゲがいっぱいいるな。ハゲがオイスターシティ行くか。お前はまたコントだ。サブクエはまた今度だ。おう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 、いっぱいいた。俺ならできる。入ってくれ。俺はマヨネット入る。あ、もう完全にこいつらもう欲の塊だ。こいつらも欲でしかねえわ。欲。キングオイスターシティ。欲の擬人化だわ。ヤンキーウスタ、やはり来てか。お前は初めて会うはずだが、そいつはウスタ、ビネガーの右腕だ。これ帽子かぶってんのかな、それともなんかリーゼントみたいな感じなの。どっち、帽子か。なんかこの感じすごいリーゼント、頭だけ染めてて横が黒くて反り込んでてみたいなに見えるけど、帽子か、ヤンキーな、ヤンキーでそういうリーゼントっぽいのなんか、どっちだ。俺たちネズミじゃないぞ。目が悪いなら病院に行ったら。そんなわけあるかい。ディスってるわ。おい、そこをどけ。私たちはビネガーパレスに行く。そんなに怖い顔するな。心配しなくてもここでお前たちと戦う気はない。どういうことでごわす。ビネガー様、伝言だ。そうですね、うまっ。はい、倒したかったらいつでも入ってくださいね。ちょっと咳が止まらん。はい、以上です。モノマネ上手だね。声バレ本人かと思った。俺もできるぜ声バレ。あ、もろフェチェッキョ。やめておこう。要件は済んだ。それでは失礼するな。エデポン家どう思う。罠だねこれは。そうじゃろうな。完全完璧に関係ない。ビネガーを倒すだけだ。そうだな、他に道はない。チャップの言う通りだ。ビネガーを倒し奴の野望を止める。電脳城サイレンセンス。はい、ついにビネガーパレス、ビネガーとの最終決戦だ。だってもう、何よ、何なのよあの人、イケメンだったわね。おい、マヨネ、俺の方がイケメンだろ。ペワニー買ってくるから、ペワニー買ってくるから。あんまりそうやってイケメンとか他の男のことイケメンとか言わんでくれ。あんまり
え、ゴブさんこれ。ノーノー、バニラちゃん、ほら、わざわざちょいてもバニラちゃんに会いに来たんだけど。サブクエがあるな。サブクエ、ここにもサブクエ、サブクエだらけだな、やばい、サブクエだらけ。なんかやばいことやってる、サブやばいことやってるやつもいるけど、ここにもサブ、マップ見るって言ったらサブクエがいっぱいある。怖い。俺も入れてくれ、その会議。あとちょっと今ね、エテの体内ロケではちょうど40分過ぎたかなぐらい。ちょっとチェックしまーす。完璧だね、エテの体内ロケ完璧。ってことで、このクエスト1個はやって終わるか。今日はちょうどもう昼ぐらいだし。ストーリー最終決戦っていうか、これ終わりなんじゃない？大丈夫これ。まあまあまあ、まだ続くでしょ絶対。これがラスボスで、ビネガー倒したけどドラゴン復活してみたいな、多分その流れだわ。どうしますかっていう流れ。あ、ちょちょちょ、世界が危ないよっていう話ね。ビネガーカーン行こう。カーンって言うんだね。いよいよ最終決戦だな。決戦媒介した。ビネガー、やつだけは必ず私たちの手で。よし、チャップも準備はいいな。チャップ怒ったぞ。急に急にテンション上がって走り出しちゃうやつ。なぬ、行くぞ。俺たちも行くぞ。ほう、もう門は開いてるって言うだからね。正面から倒しに行きましょう。の天王城塞ビネガーパレス。